はい、皆さんこんにちは、村脇祖信です。今日は根付きのアジサイの増やし方を皆さんに教えたいと思います。結論から言うとですね、根付きのアジサイというのは挿し木で増やしていくのが一番良い方法なんですけれども、でそれのね、一番ベストな時期っていうのがですね、実はこの梅雨時期なんですね。まさに今ですね。だいたい5月から7月、9月ぐらいが良いとされてるんですけれども、まあ、夏のね、暑い8月とかはちょっとやめた方がいいんですが、それの中でも一番ベストなのがこの梅雨時期なんです。なのでアジサイを挿し木で増やすにはもう今の時期が一番ベストな時期だっていうことです。早速やりたい方はね、今すぐにでも行ってください。はい、だからアジサイのね、挿し木の方法ってもう YouTube 上でも、単行本とかね、本とか雑誌とかでも、ネット上でもたくさん出てます、やり方は。ただもうね、皆さんね、同じやり方だけをこう載せてる感じなんですね。なのでちょっとここではね、僕の経験をもとにしたものすごく簡単なアジサイの挿し木の方法を皆さんに教えたいと思います。はい、まずね、よく見かける文献のアジサイの挿し木の仕方というのはですね、大体こうアジサイの3節目から4節目でこれをカットします。まあ、そしてその時にね、この花芽がついてた方がいいとかついてない方がいいとかっていう方を呼ぶような、両方ともね、2つ通りの見解があるんですけれども、そして、切った後に大きい葉っぱを上の方のね、2枚ぐらいの葉っぱを残して、でまあ、この大きい葉っぱがあったら、その大きい葉っぱを蒸散を防ぐために半分とかにハサミで切ってあげて、そしてそれを下をね、斜めにカットして、お水に1時間ぐらいつけておくんですね。でお水に1時間ぐらいつけておいたら、それを今度ね、鉢に、まあ、鹿沼土とか赤玉土とかバーミキューライトとか、まあ、要するにこう養分を全くね、含まない土を入れておいて、そこにたくさんのお水をね、あげて、それからこのアジサイを割り箸で穴を開けたところにこう刺してあげて、それでその状態で2週間ぐらいね、こう水を絶やさないようにして発芽するのを待って、発芽じゃなくて発根するのを待って、根っこが出てくるのを待って、で根っこが出てきたら、まあ、大体こんなんだけど、引っ張ったりして確認するみたいなんですが、それを全部開けて、今度は培養土とかを入れた土を用意して、そこに刺し直してあげるっていうのが、まあ通常の方法なんですね。かなりこのね、工程は長いです。ただね、これね、僕の経験上こんなことをしなくてもアジサイははっきりつきますので、一番ね、こう簡単な方法、もうね、今のを全くそのままね、やりたいよっていう方はやってもらっても構いません。ただね、僕の方法でも、その今言った方法でも多分成功率そんなに変わらないんですよ。なのでちょっとね、僕の方法だとかなりこう短縮できるので、その方法を皆さんに教えたいと思います。はい、今日は2種類のアジサイを挿し木をしていきたいと思います。まずね、これ普通のこう鉢ですね。これ下ね、水が出るといけないんで、これただお皿置いてあるだけです。鉢皿の代わりだと思ってください。まずはこの軽石ですね。軽石を入れていきます。まあ、大体8の方向分の1ぐらいですかね。はい、入れます。これは今ね、5000鉢ぐらいの鉢を使ってます。で次にこの培養土を入れていきますよ。はい、培養土はね、あんまこうぎゅうぎゅう押し込まないで、このように器にね、そーっと入れたような感じに、柔らかさにしておきます。いいですか？
はい、ではね、今日はこのアジサイを増やしていきたいと思います。まずですね、これみんなね、花芽ついてます。で、どういうのを選んでいくかというとですね、ここ見えますかね、ここのところに今こう芽が出てるの分かります？ちっちゃい芽が、こういうね、芽がついてるやつってすごくね、つきやすいんですよ。だからまずこのつきやすい芽をね、選ぶというのが、茎を選ぶというのが大事です。なのでこれは一つも候補ですね。じゃあこれは切りましょう。はい、カットしました。はい、このようにカットしました。ね、ここからね、結構スピードが勝負です。で、この花はどうしてもお水が下がってしまうので、花の上の部分はね、こうカットします。はい、こういう状態ですね。で、まあ3枚ぐらいですかね、このように残して、あとは葉っぱを取ります。これも花芽を、花はカットしてしまいましょう、ね、かわいそうですけどね。で、この芽はちょっと取っといてあげて、で、この新芽のところも取っといて、まあこれは4枚、まあ3枚にしときましょう。このぐらいですかね。はい、で、これも同じように花芽はカット。このお花はね、最後ちょっと浮かしてあげる、小鉢なんかに入れてね、楽しみましょう。はい、このようにしておきます。いいですか。はい、でね、ここね、結構スピードが大事です。アジサイというのはですね、どんどんこう水がね、こういう水がね、1時間水につけましょうとかって、というようなことありましたけど、僕の感じでは1時間水につけるとかなくて大丈夫です。で、先ほどのこの土ですね、もうね、それで養分のない土っていう話でしたけど、それも僕の感じでは大丈夫です。で、ここ、ナイフとかハサミでもいいんですけど、こう斜めにカットしてあげる、これはやってあげた方がいいと思います。はい、そしたらこのままこれをこのままでいいですよ、刺します。で、これもこのように斜めにカットしてあげたら、これも刺します。この子もこう斜めにカットしてあげたら、この子も刺しますね。はい、これでこの状態でお水をあげます。はい、ではお水をあげます。このね、携帯ペットボトルで作った携帯じょうろですね、これでお水をあげますね。これ結構便利ですよ、皆さん作っておくと。はい、これで大丈夫です。もうこれでね、根付きます。なのでこのまんまね、ちょっと、またね、皆さんに2週間後ぐらいにこれがどうなっていくかを、お見せしたい、どうなったかをお見せしたいと思います。ではね、もう一つのアジサイの方もやっていきます。はい、今度はですね、ちょっとこう大きめのね、鉢を用意しました。っていうのが、ちょっと大きめのね、アジサイを刺していきたいと思います。これはね、先ほどの小さい鉢と同じように、5分の1ぐらい軽石を入れて、この上は普通に培養土を入れてあります。で、ここね、あんまりこうぎゅうぎゅう押し込まないのがポイントですよ。はい、今度はこういうフレームアウトしてしまうぐらい大きなアジサイです。このアジサイもね、先ほどのアジサイと同じようにですね、こういうね、新芽がついてるようなのを選ぶと、つきやすいです。ではカットしてみましょう。これをここにあるから、これをカットしようかな。
はい、これもねちょっとスピードが勝負です。カットしたらねどんどん蒸散していくんで、ここスピードが勝負ですね。でここ下の葉っぱはやっぱりカットしますね。で上の葉っぱをこう残して、あちょっとねこれこのぐらいかな、このぐらい残してあげて、ここはね葉っぱが大きすぎるのでここだけちょっと半分にカットしとこうかしらね。こういう状態です。はい。でこれも同じくカットしてあげて、ここは半分にカット、半分にカット。でこの芽は残しておきますよ。そしたらね、これ結構スピードが重要なんです。もうね、土とか先に用意しておくんですよ。順序はこっちが先ですからね。そしたらここ下をやはり斜めにカットしますね。そしたらもうこのまんま刺しちゃって大丈夫ですから、刺しちゃってください。ですか。はい、そしたらここでお水をあげます。ペットボトルジョールはこう押し出すとねピュッ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 と出るんですよ。はい、そしたらねもうこの状態で本当毎日水をあげる必要ないので、こう表面が乾いてきたら、水をあげるような状態を、少し続けていきます。はい、今出来上がった挿し木がこちらです。この状態でこのねこれ培養土を使ってますから、保水率が良いので、もう本当こう表面を触って乾いてきたらお水をあげる程度で大丈夫です。でこのまんまねもう育っていきます。大丈夫です。もうね、要は今までのセオリーを見てきた人とかはえって思う人はたくさんいらっしゃると思うし、そんなの絶対ダメだよって今ねこの画面の向こうで言ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、僕ね小さい頃から結構アジサイってこう挿し木でね、庭とかでパシッと切って、ね、挿しといたのがどんどん増えていってるんですよ。もう今ねやってることでさえ僕にとってみればちょっとこう過保護の過保護ちゃんみたいな感じなんですけれども、もう本当にこう葉っぱなんか切んなくてそのまま刺しただけでも、アジサイは増えてます。僕ね結構これ割と書いてないんですけど、何が大事かっていうと、まずこの最初にね切るアジサイありますよね。切るアジサイに水がたくさんこう含まれてるかどうかっていうところがポイントになります。最初からねもみず枯れしてるような感じのくたっとしてるようなアジサイだったら、変な話この方法では多分つかないんですよ。だからさ、僕が最初にねみんな分家はこうなってますよって言った1時間ぐらいお水につけといてくださいねって言った方法をしなければ多分ダメなんです、そのくたっとしてたアジサイの場合はね。ただくたっとしてないアジサイの場合はもうそのまんま刺してあげれば全然大丈夫です。1時間待つ必要ないです。まずねこうお水に1時間浸しとく1時間が省けますね。それでね、特に今の時期やりましょうって言ってるのは、今の時期雨がいっぱい降ってるじゃないですか、梅雨時期でね。だからアジサイってどこのアジサイもシャキッとしてるんですよ。だからシャキッとしてるアジサイはもう本当に刺せばすぐにつきますので、全然何にも問題はないです、はっきり言って。そのね水が上がってるか下がってるかっていうところが、そのこれに使うね挿し木に使うアジサイが水が上がってるか下がってるか、ここがね重要なポイントなんですよ。一番アジサイって、僕ね切り花のデザイナーなんで、アジサイの実際ね切ったアジサイっていうのはすごくこう僕の方が慣れてるんですね。根付きのアジサイよりも切ったアジサイの方が慣れてるんで、この切ったアジサイがどのように水が下がっていくかとか、そういうのはすごくよくわかるんですね。でついでにこの発根っていうのも
切った紫陽花ってどんどん発根してますから、もうそういう状況もすごくよく分かってるんですよ。だからもうね、本当にこう無駄な手間は省く、まずね、この状態でやれば、赤玉土を用意した鉢で、赤玉土だけの鉢とかね、そういうのはね一切いらないですね。発根用の土っていうんですね、まあ、一切いらなくなります。でこのまんま育っていきますので、このまんま育てていけば大丈夫です。もうこの後の手間はないです。でこの今ね、刺した挿し木の実際、証拠としてまたね、このまま僕育てていきますんで、あ、こんななりましたよっていう姿皆さんにね、お見せしますので、ぜひね、参考にしてみてください。なのでこのように刺してあげれば全然問題はありません。これで本当に手間は省けたと思います。もうね、切って本当に話しね、切って刺すとね、ただその切った後刺すまでの時間、ここ重要です。ね、もたもたしてたらダメです。このね、カットした植物っていかにこの次に水をつける瞬間までが早いか遅いかっていうのがものすごくね、その後の生育に大きな、重要な問題というか、ところがそこにあるんですよ。だから例えば、カットした花をね、放置しておく、少し しばらく放置しておいて水つけた花と、カットしてすぐに水つけた花とでは、もうその後の日持ちっていうのは全然変わってきますね。なのでこのアジサイの挿し木も一緒ですね。カットしていかに早く土に挿してあげるかっていうところが、ポイントです。なのでもう本当に葉っぱ切ってとかって水あげて1時間水あげてなんてやってるよりは、刺して水あげる、これが一番、ここまでの時間ですね。要するにカットして刺すまでの時間、ここが短く、いかに短くすることになる、いかに短くするかがポイントです。あともう一つね、カットする枝を選ぶというのはあります。さっきね、この脇芽に花芽がちょっとついてるやつがいいですよって言いましたよね。こういうところにこう花芽がついてるやつがいいですよって言いました。ね、バラでも何でもそうなんですけど、こう茎に横芽の新芽が出てるやつあるじゃないですか。ああいうのって必ずつくんですよ。なのでこのアジサイもこの横芽の新芽が出てるやつって必ずつきますので、やっぱりこの刺す木を、ね、選ぶっていうのは大事です。横の方にあったから適当なのを選んで刺しちゃいましたっていうんじゃなくて、せっかく増やすんですから、ちゃんとね、つく木をカットして増やしてあげましょう。ここがポイントです。これが、刺し木に重要な2つのポイントでした。まとめで言いますと、一番重要なのは、カット、まあね、その切るタイミングですね。要するに例えばこう雨が降ってなくて日照り続きのアジサイとかは切ってすぐに刺してもダメなんですよ。だからまあそういう時はね、要するにそういう日を選ばなければ逆にいいわけですね。だから梅雨時期はいいですよって言ってるのは、この梅雨で雨が降ってアジサイがシャキッと上がってる状態ですね。だからまあ雨があんま降らなくても、そのアジサイにこうお水をあげてあげてしばらくはシャキッと上がってますから、そのシャキッと上がってるアジサイをカットして刺せば、もう何にもそこで一手間省けます。でついでに、このカットする芽のあるね、丈夫な枝を選ぶというのがポイントです。この2つのポイントを守っていただければ、もうこの普通に培養土にブスッとカットして、斜めにカットしてブスッと刺せば、そのまんま、アジサイはつきますので、そのようにしてみてください。もう来年にはもりもりのアジサイが出来上がります。はい。でね、アジサイの育て方なんですけれども、アジサイってね、ものすごくね、強い植物なんです。なので、もう地植えにしたら、変な話、もうそのまんま、肥料とかもあまりあげなくても大丈夫だと言われてます。実際ね、僕なんかはもう、家の庭にね、こう、アジサイあったんですけど、もう本当にこう、毎年肥料とか特にあげなくても、毎年綺麗にね、お花を咲かしてくれてました。なのでね、本当にこう強くて、強靭な植物です。まあたまにね、本当にこう固形肥料とかを周りにパラパラとあげてあげてれば、
何の問題もなく、花を咲かせてくれると思います。あとね、まあ、土壌によってね、アルカリ性でピンク、酸性でブルーっていうね、花を咲かせるというね、特徴はありますので、まあ、そういう意味でね、その土壌をね、少しこう変えてあげるっていうのも、ありですけれども、まあ、その後にもね、まあ、特にこうピンクにしたいとかブルーにしたいっていうのがなければ、もう放っといてあげたらいいと僕は思うんですよね。で、まあ、増やすのはもう今みたいにやればどんどん増えていくんですけど、まあ、一つだけこう注意点があります。このようにね、鉢でね売ってるアジサイとかはですね、営利目的でこれをね転売しようとか、そういう目的で増やすのは、NG なんです。なのでもうご自身で増やしてね、自分のお庭でねこう楽しむような風にするんだったら何の問題もありませんので、まあ、これをね営利目的に増やすことだけは避けてください、はい。ではまたですね、このアジサイの今度は剪定方法とかはまた別の動画で皆さんに、お伝えしたいと思います。今日はね、あのアジサイの挿し木の仕方でした、皆さんぜひね、簡単ですのでぜひやってみてください。はい、ではね、手間を省いてどんどん増やしていきましょう。この動画がね、いいねと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またね、どんどんね、チャンネル登録者も、増えてきているんですね、励みになってますので、ぜひね、チャンネル登録もして次の動画をまたお待ちください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。